はい、こんにちは。今日はですね、ウクライナ情勢についてお伝えしてまいります。まずはニュースを読んでまいります。ロイターですが、ロシアのスイフト排除決定間近か、数日内とユーロ圏の中銀幹部、ユーロ圏の中央銀行幹部の一人は26日ロイターに対し、ロシアを国際銀行間の送金決済システムのスイフト、国際銀行間通信協会から排除する決定が数日内に下されるとの見通しを示した。この交換は匿名を条件に、スイフトをめぐる決定はあと数日、非常に短期間の話だと述べた。このように報道されております。これは非常に大きなニュースだと思います。もしロシアのスイフト排除決定がなされればどうなるかということについて、次のような指摘があります。国際弁護士、ニューヨーク州弁護士、ワシントン DC 弁護士の湯浅氏は、記事の国際銀行間の送金決済システムのスイフト、国際銀行間通信協会の言葉の中で、特にアメリカ経済とパワーの中心ウォール街の専門的な見地から言うと、キーワードは決済である。この国際決済へのアクセスを封じられると、ロシアの巨大銀行のみならず金融システムそのものの存立基盤が瓦解へ向かうことになる。アメリカのメディアの中には、ロシアは中国と組んで新しい決済システムを創造し危機をしのげるという見方があるが、それは少なくともウォール街からの声では今のところ全くない。実はアメリカではウォール街とアメリカメディアは油と水の関係と表現され、ウォール街のノウハウはアメリカメディアには流れ出ないで、ウォール街の秘密のオブラートに包まれたままウォール街の中でのみ永続する。このような指摘分析が報道されております。で、もしですね、今回スイフトの決定ということがなされれば、ロシアの巨大銀行のみならず金融システムそのものの存立基盤が瓦解し、これはですね、ロシア経済に甚大な影響を及ぼすほか、プーチン政権を強力に支えてきたロシアにおける政治的影響力を有するオリガルヒ、新興財閥を直撃すると思います。こうした中、次のような速報が入ってまいりました。ロイターですが、ロシア一部銀行のスイフト排除で合意、米欧が追加制裁。アメリカ、イギリス、欧州、カナダは26日ロシアの一部銀行、国際銀行間の送金決済システムのスイフト、国際銀行間通信協会から排除することで合意した。ウクライナへの侵攻を続けるロシアへの新たな制裁措置の一環。共同声明は欧州委員会、フランス、ドイツ、イタリア、イギリス、カナダ、アメリカの首脳が署名。制裁にはロシア中央銀行の外貨準備に関する規制も含まれ、数日中に実行する。声明は、我々はロシアにウクライナ侵攻の責任を取らせる。この戦争がプーチン大統領にとって戦略的な失敗に終わるよう共同で取り組む所存だとし、我々は今日発表した措置に加えて、ロシアにウクライナを攻撃した責任を取らせるため、さらなる措置を講じる用意があるとした。欧州委のフォンデアライエン委員長は、ロシア軍がキエフやその他のウクライナの都市を攻撃する中、我々はロシアに巨額のコストを課し続けることを決意している。そのコストとは、ロシアを国際金融システムと我々の経済からさらに孤立させるものだと述べた。スイフトから排除されたロシアの銀行は、世界での金融取引の大半ができなくなり、ロシアの輸出入を効果的に止めることになると説明。これらの銀行は国際的な金融システムから切り離され、世界で事業を展開する能力が損なわれるだろうとした。具体的にロシアのどの銀行がスイフトから排除されるのかは現時点では明らかになっていない。フォンデアライエン氏は、ロシアが軍資金を使うのを阻止するとし、中銀の取引を凍結し、資産を換金できないようにすると述べた。さらに、ロシアの新興財閥が我々の市場で金融資産を使うことを禁止するとした。このように報道されております。このことに関しまして、エコノミストで経済評論家の門倉氏は、スイフトからロシアを排除する措置はロシア経済に深刻なダメージを与えるだろう。スイフトから排除されると、ロシアの主要産業であるエネルギー部門は天然ガスや原油を海外に輸出しても収入を受け取ることができなくなってしまう。このためエネルギー関連企業が甚大なダメージを受ける。スイフト排除により、ロシアの年間の経済成長率は最大 5% も下押しされる可能性があるだろう。このような分析が指摘されております。つまり、今回のスイフトの決定ということがなされれば、ロシア経済のみならずプーチン政権の政権基盤は大きく揺らぐことになると思います。他方、ロシアはですね、 BBC ですが、各国の金融制裁の効果について、 BBC のクリス・モリス国際貿易担当編集委員は、ロシアは以前から外貨を備蓄してこの事態に備えていたと指摘する。モリス記者によると、今年1月までにロシア中央銀行の外貨準備高は6300億ドル、約74兆円と過去最大のレベルに積み上がっていた。世界でも4番目の規模の外貨準備高で、これだけあればロシア通貨ルーブルは当面安定し続けられる。このように報道されておりました。しかし、ここでアメリカが大きな手を打ち始めました。ブルームバーグですが、アメリカはロシア中銀への制裁検討、ウクライナ危機で関係者、アメリカはロシア中央銀行に対する制裁を検討していると
事情に詳しい複数の関係者が明らかにした。ロシアがウクライナ侵攻の前に積み上げた外貨準備6430億ドル（約74兆3000億円）の多くを標的にする措置だ。匿名を条件に語った関係者によると、最終決定は下されていないが、バイデン米政権はロシアによるさらなるウクライナ攻撃を阻止しようと、あらゆる選択肢を緊急に検討している。アメリカ国家安全保障会議の報道官はコメントを控えた。このような報道があります。で、この情勢はですね、ロシアの中央銀行にとっては非常に不利な情勢になるのではないかとの分析があります。国際弁護士、ニューヨーク州弁護士、ワシントン DC 弁護士の湯浅氏から引用させていただきますと、対外国の中央銀行へのウォール街からの巨大訴訟の場合、実は外国の中央銀行の側もウォール街の法律事務所を訴訟弁護士に雇い防御するのが普通で、巨額な弁護士費用同士の争いになるが、バイデン大統領から仮にロシアの中央銀行が制裁を受けた場合、アメリカのパワーとマネー経済の中心ウォール街の法律事務所がロシアの中央銀行の防御を引き受けるはずがない。したがってバイデン大統領の判断が待たれる。このような指摘分析があります。つまり今回のスイフトからの排除決定ということと、ロシアがウクライナ侵攻の前に積み上げた外貨準備6430億ドル（約74兆3000億円）の多くを標的にする措置、この2つがもし実行されれば、そのプーチン政権を強力に支えてきたオリガルヒ、新興財閥のプーチン政権からの離反を招く、そうした可能性があるように見えます。そしてプーチン政権は一気にロシア国内において、ロシア国内からの経済界、国民からの反発、こうしたことを招きまして、一気にロシア国内において正念場に立たされる可能性があると思います。こうした中ですね、ウクライナ軍は前線しています。毎日新聞ですが、ロシア軍ウクライナ西部リビウに侵攻、抵抗を受け退却、ロイター報道。ウクライナへの侵攻を続けるロシア軍は26日ポーランドとの国境に近いウクライナ西部の都市リビウを攻撃した。ウクライナ軍の抵抗を受け退却したというロイター通信が報じた。ロシア軍の兵士約60人が侵攻したという。リビウはポーランドへ陸路で逃れる経由地で、日本政府が開設した臨時の連絡事務所もある。そして TBS ニュースですが、こうした中アメリカ国防省の高官はウクライナ周辺に集結したロシア軍の 50% 以上がウクライナ国内に侵入したと明らかにしました。一方でウクライナ軍の反撃がロシアの想定を上回っており、ロシア側は苛立っていると指摘、現時点で制圧された都市は一つもないとしています。このように報道されております。で、いろいろニュースを読んでまいりますと、ウクライナ軍が抵抗して、その結果ロシア軍が退却したというニュースは他にも流れています。で、こうしたウクライナ軍の前線の背景にはアメリカなどの軍事支援があると思われます。 NHK ですが、アメリカはウクライナに最大 3.5 億ドルの軍事支援、対戦車ミサイルなど。アメリカのブリンケン国務長官は26日に声明を出し、ウクライナに対して最大3億5000万ドル、日本円にしておよそ400億円の追加の軍事支援を行うと発表しました。声明ではウクライナ軍がロシア側の装甲車両や軍用機などの脅威に対応するため、殺傷力のある防衛兵器を供与するとしていて、アメリカ国防総省の高官は記者団に対し、供与される兵器には対戦車ミサイル、ジャベリンも含まれることを明らかにしました。ジャベリンは戦車などの装甲を貫通する強力なミサイルを標的に向けて自動で誘導する精密兵器で、アメリカ政府はウクライナの防衛力を強化するためだとしてこれまでも供与してきました。ウクライナ軍はジャベリンで破壊したとするロシア軍の戦車の写真を SNS 上に公開していて、アメリカに対して追加の供与を求めてきました。声明の中でブリンケン長官は、アメリカはウクライナの人たちと共にあるという明確なシグナルだと強調しています。ドイツも地対空ミサイル供与、慎重姿勢を転換。ヨーロッパ各国もウクライナに対する軍事支援を相次いで発表しました。ドイツは政府報道官が26日声明を発表し、1000の対戦車兵器と携帯型の地対空ミサイルスティンガー500機をできるだけ早期にウクライナに供与すると発表しました。ショルツ首相はツイッターで、プーチン大統領の侵略軍に対する防衛でウクライナを力の限り支援することが我々の義務だと述べました。ドイツは紛争地域などへの武器の供与には慎重な立場を取り、ウクライナに対してもこれまで殺傷力のある兵器の供与は行わないとして軍用ヘルメットの供与などにとどめていましたが、ロシアによる軍事侵攻を受けて方針を転換した形です。オランダ政府もウクライナからの要請を受けて26日スティンガー200機を供与すると発表しました。このように報道されております。で、ウクライナのですね、国土の広さは日本の約 1.6 倍の面積です。このことを考慮するなら、今回ロシア軍がウクライナ全土を短期間に制圧するにはロシア軍約20万人と言われておりますけれども、その兵力でも少なかったように見えると思います。そしてロシア側の燃料、兵炭も途切れがちの情勢があるとの報道は
昨日ご紹介したロイターのニュースでもありました。こうした中ですね、ウクライナ軍にはアメリカ各国などから軍事支援が行われ、このウクライナ情勢、ウクライナの抵抗が長期化すればロシア軍は泥沼にはまる可能性があるように見えます。またもし仮にロシアが一時的にウクライナ全土を制圧できたとしても、これほどウクライナ側の抵抗が強いということでありますと、もし傀儡政権がウクライナに誕生したとしても、その傀儡政権は長く持たない可能性が高いと思います。その時はですね、今以上にロシア軍は広く浅い展開ということを強いられ、またそうした軍事作戦というのはロシア経済に重くのしかかることは必至であると思います。日本放送ですが、ウクライナ侵攻はプーチン氏の戦略的判断ミス、外交評論家で内閣官房参与の三宅氏、私はプーチンさんの今回の判断はおそらく戦略的なミスだったと思います。おそらくこれからロシアが被るであろう不利益と、それから仮にウクライナの一部を占領、もしくはウクライナで政権交代をしたとしても、それで得られる利益と比べたら明らかにロシアにとって不利な判断ですよ。戦争の目的がよくわからないままの軍事行動であれば成功はしない。一番大事なことはですね、戦争をやるときに戦争目的っていうのがあるわけですよ。目的のない戦争なんてないですから。今回ロシアはウクライナに兵を進め、ウクライナ東部での特殊軍事作戦をやったと、こう言ったわけですけれども、特殊軍事作戦とは何を言ってるのか。こうやって戦略目的がよくわからないままに軍事行動だけをしているのであれば、これはやっぱり成功はしないでしょうねというのが私のイメージでございます。このような指摘分析があります。対してウクライナ側には国土を防衛する、国を守るという大義正義が存在します。つまりロシア軍側、プーチン政権側には大義も正義もない、ウクライナ軍側には国を守るという大義正義が存在する。これはですね、軍隊の士気ということに大きく関わってくると思います。今後ロシア軍の士気は大きく低下する可能性が高いと思います。それに対しましてウクライナ軍の士気は高い、こうした情勢が維持されると思います。こうして見てまいりますと、今回プーチン大統領は大きな判断ミスをしたように見えます。プーチン大統領は力による一方的な現状変更を無理筋な論理で正当化しようとしていました。しかし今回のロシアによるウクライナ侵攻は国際秩序の根幹を揺るがす深刻な事態であります。自由民主主義、基本的人権の尊重、法の支配は最も守るべき重要な事柄でありまして、そして何よりウクライナの平和と安全は守られるべきであります。プーチン政権は国際秩序の根幹を乱し、一方的な力による不当な現状変更を正当化しようと試みています。しかしこのことで今後ロシアはスイフトからの排除、ロシア中銀への制裁など、そうしたことに直面する可能性が高まっています。プーチン政権はこの侵攻で得られるメリットよりは、今後経済的に外交的に失う損失の方がはるかに大きいように見えます。しかしプーチン政権としては今更このウクライナ情勢ということをプーチン政権から止めるわけにはいかない状況に追い込まれているように見えます。もしプーチン政権からウクライナ侵攻ということを止めれば、ロシア国内の強硬路線の支持者がプーチン政権から離反するということが考えられると思います。他方ロシア国民や経済界からは今後プーチン政権への反発の声が大きくなるのは必至だと思います。つまりプーチン政権はロシア国内では強硬派と経済界、ロシア国民の間で板挟みになりつつあると思います。そしてプーチン政権は国際社会からはすでに孤立しています。またウクライナ軍の徹底抗戦で戦況は長期化する可能性があります。それはですね、もし今後ウクライナに親ロシア派の傀儡政権ができたとしても、このウクライナの抵抗は続くことを意味します。ニューズウィークですが、ロシアよ地獄へようこそ、ウクライナ市民のレジスタンスが始まった、怖くないとは言わないが私たちの運命だと機械工の男、安全上の理由から匿名が言った、また私たちは戦闘に志願していると黒いスニーカーにスウェットパンツの男が言う、ウクライナのためなら死んでも構わない、ウクライナ全土の複数の戦線でロシアが破壊的な電撃戦を仕掛ける数日前から西側諸国はレジスタンスをどのように武装させるかを検討していた。毎年2月に各国首脳らが外交と安全保障について議論する国際会議、ミュンヘン安全保障会議が18日から開催されており、イギリスのボリス・ジョンソン首相は19日に、電撃戦の後は報復と復讐と反乱の長く恐ろしい時期が続くだろうと述べた。ウクライナのゼレンスキー大統領は24日、武器を手に戦う意思のある市民に決起を呼びかけた。小さなパルチザンは地下レジスタンス活動の始まりなのだろう。このように報道されております。もしこのレジスタンス活動が始まれば、ロシア軍はウクライナ全土を安定的に掌握することは不可能であり、また今のロシア経済の情勢を考えれば、そうしたことに費やするロシア側の戦費というものは
ロシア経済に重くのしかかり、足かせとなることは容易に想像がつくと思います。こうしたことを俯瞰的に総合的に見てまいりますと、ロシア軍は遅かれ早かれウクライナから撤退することを余儀なくされる可能性は非常に高いように見えます。こうした情勢は2024年に再選を目指すプーチン大統領に大きな逆風となるどころか、それ以前にプーチン政権が存続できるかどうかの瀬戸際までプーチン政権が追い込まれる可能性すらあるように見えます。ありがとうございました。この YouTube のチャンネル、ネット大衆紙ブルーカラーへのチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。また YouTube にはサブチャンネルブルーカラーラジオもございますので、そちらも Twitter と合わせてご登録の方よろしくお願い申し上げます。